サンキューどうもパンサー尾形です。はい、キコーナチャンネル始まりました。今日はサンキューチャレンジ何をやるんでしょうか。はい、ということで、はい、私ジャッジマンのキコーナチャンネル MC の圧力です。よろしくお願いします。よいしょ、お願いします。早速さん、はい、ということでですね、尾形さん急なんですけど、はい、今日で最終回。ちょっと待ってくださいよ。今日で最終回。そんなさらっと最終回行くんですか。回なっていうふうに僕は聞いてるんですけれども。いやいや、ちょっと待ってよ。はい、いうことで、今日はですね、パチンコの フィーバーアイドルマスターミリオンライブを打ってもらうんですが、まあ、打つのはいいですけど、まあ、最終回、まあ、最終回なんで、はい、今日はすごい方たちがねゲストで来てるんですよ。マジですか、ゲスト。はい、ということで今日の協力助っ人お呼びしましょう。どうぞ。うわわわわわわ、いっぱい来ました。いや、いつものメンバーでしょうか。いつもの見たことあるメンバーだわ。いっぱい来ましたけれども、まあ、それぞれ皆さん自己紹介をね、まずはね、やってもらいましょう。お願いします。どうも、ブロック長のマサルさんです。よろしくお願いします。サンキュー。ブロック長っていうのは一番偉い方ですよね。偉い方ですよね。すごい人だから。よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてはい、じゃあノーサンキューの加藤です。ノーサンキュー加藤さん。ノーサンキュー加藤さんですよ。はい、キコーナの高橋こと親分です。はい、高橋親分、お願いします。ツイッターフォローしてね。出るんですかこれ。出るんですか。はい、ツイッターね。はい、ということで、あとは、はい、あ、同じくエリアマネージャーのもっちゃんです。もっちゃん、もっちゃん、おなじみのね。おなじみです、おなじみです。はい、みんな知ってるわ。ツイッター出ます。ツイッターツイッターやってんだみんな。はい、じゃあ今日の会場のキコーナ伊勢崎店の店長の、はい、そうだ、ケン鈴木です。はい、ケン鈴木店長。ケン鈴木さん、はい、ということで今日は大量のね、みんな偉い人なんですよね。何そう、偉い方とね、今日は放送っていうかね、収録なんですけども、もっとすごい人来てくれると思ったよ。グラビアの子とか、女の子とか。キコーナのね、この神奈川おじさんじゃないですか。もう最終回ですかね。おないでしょ、おないでしょ。さっぱりしてんな。はい、いうことで、まあ、一応最終回なんですが、はい、まあでもね、いやいや、まだ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 ですよ。対決いろいろやって、はい、いつも小川さんがいいとこ見せれたら、はい、番組継続も考えるよって。マジっすか。マサルさんが言ってるんで、マサルさんが偉い人、すみません。いやいやいや、やめましょう。ありがとうございました。もう今やめましょう。いい、続けたいのよ。若い子にしましょう。若い子に言ってな。女の子がいいよね。女の子がいいじゃないっすよ、そんな。尾形さん VS キコーナ軍団、4人で打ってもらいます。いや、多いよ、多いけど。1対4で打ってもらうんですが、尾形さんは3900発出したら勝ちです。簡単。これはでもチャンスある。はい。簡単じゃないよ。でも簡単ですよ。で、キコーナ軍団は、3900発1人なんで、はい、かける4人なんで15600発。あ、おお、1人3900発計算で、1人が、はい、あ、計算でってことね。計算でですね、1人でもいいんですね、はい、1人で15000発連射させればいいんですよ。はい、あ、じゃあチャンスありそうだな。チャンスはあります。本当ですか。はい、チャンス全然あると思うんで、はいはい、今日頑張って勝ってね、番組を継続させる。うわ、継続したいっすわ。ですよね。お願いしますよ。継続させて、やっぱサンキューチャレンジね、今後もね、ずっと続けていきたいなと思いますので、はい、早速ね、今日の実践機種、ピーピーバーアイドルマスターミリオンライブ打っていきたいと思いますので、おっしゃー、頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。サンキュー、サンキュー。はい、それでは番組存続をかけた実践スタート。おっしゃはい、制限時間は今日も90分でございます。ということで、まずね、スペック説明を私の方から先にさせていただきたいと思います。P、はい、フィーバーアイドルマスターミリオンライブです。大当たり確率319分の1、時短突入、は 100%、 要は 100% だ。はい、で、時短が100回転は150回転となっております。で、この時短中がすごい重要でして、はい、この時短中に V ストックを取っていくというシステムなんですね。なるほど。この台、あの、本当に新しいシステムを、搭載しておりまして、V ストックを何個もできるんですね、はい、その時短中に、うん、時短中に V ストックを2個すれば72パーループの、各辺が何セットももらえるんです。だから例えば1回 V ループを取って72パーの各辺で5連チャンします。はい、で、それが終わってまだ V ループがあれば、はい、その後でまた72パーの
継続で10連チャンとか、だから夢がすごいあるんですよね。うわー、これいいっすね、新しいっすね、なんか新しいんですよ。だからこのいいところをね、ぜひ皆さんには今日見せていただければと。見せたいな、はい、思います。最終回かそうならないためにね、お疲れ様でした。いやいや、まだまだまだまあでも今日ね、初出演のマサルさん、はい、緊張してますか。いや、初出演でしたっけ。はい、まあまあ、いつもいるからあんまり初出演って感じしないなまあまあまあ、そうですけどね。でも尾形さん、あのおじさんおじさん言いますけど、はい、同い年なんですよ。あ、いや、おじさんじゃないですか。いやいや若手ですよね、でもまだまだね、うん、昭和52年です。52年です、はいはい、でも52年生まれだと今日は誰ですか。ノーサンキューさんもですよね。そうそう、ということはみんなだ。4人、いや、多分同級生みんな多分、すごいですよね、この偶然。すごい、はい、まあ、尾形さんはサッカーをね、やっぱ学生時代はやってらっしゃって、はい、皆さん、はい、スポーツとか学生時代何をやられてたんですか。私は野球です。あ、野球か、野球っぽいわ。高橋マネージャー野球、はい、僕柔道です。柔道、柔道、柔道、クロービス、クロービス、すごい見えないっすねノーサンキュー加藤さんは。僕はあのナンパ専門だったんです。ナンパ専門、ええ、八王子でナンパ専門だったんです。ナンパはしてたな、よく、うん、ダメだ、もう早くね、当たんないと。そうですね、制限時間がありますし。そう、いや、3900はいくでしょう。皆さんはでもね、4人いるから1人当たって、そうそう、連チャンしちゃえば、ね、派遣入っちゃえば。そう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 、俺は一人だからさもう負けた言い訳ですか。でも今まで3万9千発だったじゃないですか。いや、そうっすよ、3900無理なんだよ、破格の条件じゃないですか。無理でしょ、3万9千発よくやってましたよ。1時間半とかで3万9千発出せって言うと初めから無理なんだもん。でも今日はね、夢のある機会ですから。確かにね、はい、しかも今日の条件は3900発ですから。そうそうそう、もう V ループ取って4連チャンくらいすればもうね、もうすぐですよ、すぐ行っちゃいますから、はい、右打ちは 50% で1500発くれますから。へ、あ、面白いな、出玉感もありますね。じゃあそうですね、まあ右打ち入って V ループしてる時の出玉速度は結構速いですね。人気出そうな台だな。はい、小川さん最近はどんな台打ってるんですか。最近はでもやっぱ源さん。源さんですね、やっぱり、はい、みんな源さん好きですね。源さんやっぱりあのね、やっぱ連チャン感やっぱ経験しちゃうとね、もうダメなんですよね。ね、面白いですよね。そうなんですよ。あ、なんか赤のなんか出てきたよ。あ、ちょっと枠どうですか。フラッシュしてますね、枠が。これも話が進んでって、4話まで行くと確か行くでしょ、行くでしょ、行ってる行ってる、はい、まあ第2話、はい、3話まで行ってチャンスくらいですね。行くでしょ、行け、おーしょ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 、3話、3話行った、行け、頼む、行ってくれ、行くでしょ、これ行って、うわー、行かない、いやちょっと弱いな。赤赤赤赤、はい、タイトル赤、チャンスアップです。文字も赤じゃないですか。いや、あるよ。まあ弱いな、これは弱い。あ、そうそうだね、まあまあね、これはまだ、あ、まあまあまあ、保留は何保留があるんですかね。赤、あ、緑、赤、金、金もあるし、はい、赤は 53.6%、 あ、53、いや、でも赤にしたら、金が 81.7%。最近赤保留ほんと弱いのが多いっすもんね。あ、多いっす、ちょっとうんともすんとも言ってねえな。うんともすんともない、言わない大丈夫っすか。でもなんかね、嫌な感じ、今店が悪いっすよ。あ、店が悪い。ここは貴重な伊勢崎店ですけど大丈夫ですか皆さん。店長店長、店長呼んで、ちょっと店長いますよ。店員する気しません。いや、特に用はないです。そうだ。もう棚箱持って待ってるんですけどね。誰も当ててくれないんで。もうちょっとだから。ちょっと待って、ね、もうちょっと待って。待ってくださいよ。ちょっと待ってますよ。本当に。店長が後ろでね、箱持ってね、上げ先やるの待ってるんですけどね。誰一人当たらないっていうね。ちょっとちょっと、やばいよこれ、皆さん。これやばいっすね。何も起きないですね。何も起きてないよ。あれ、もう30分ぐらい経ちました。はい。
え、あと1時間です。やばいよ、マジで。はい、取れ高やばいな。やばい普通にやばいです。赤保留もない。大丈夫、こっからですよ。まあまあ最終回なんでこんなもん、うん、いや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 、しんみり終わるんですよ、ね、最終回だからこそパーッとね、尾形さんいい人だったな、うん、終わっちゃうんだみたいな、終わってほしくないみたいなので行きましょうよ、バーッと出す。次の人誰かなみたいな、うん、いやいや、さっぱりしてんなこれこれはいいんじゃないですか。ピンときた、ピンときた言ってます。あるよ。あ、熱そう。これ何リーチ？あ、なんかすごいいっぱい来た。17。いや、わ、あ、すげえ。あ、サンキューリーチ。39行くんじゃない？あ、サンキューリーチじゃない？うわ、サンキューリーチ。サンキューリーチ来た。サンキュー。熱い熱い、それ勝った勝った。 ありがとう。あ、ありがとう。え、当たった？いやー、これ一番強いですよね。そうっすよ、多分。あ、サンキューだもん。サンキューだもん。あら、この、あ、緑。あ、来たー。おー、当たった。あ、勝ったわ。来たー。当たった。サンキュー。サンキュー。サンキュー。あ、勝ったな、これ。勝った。うちらの勝ちだ、これ。勝った。わかんない。こっからだから。まあ、さあ、当たりましたけれども。いいなー。こっからね、時短が100回転は150回転あります。うん、で、その間にですね、350分の1で V ループのストック抽選をしております。なので、350分の1、100回転、150回転でどうなのっていうふうに思うと思うんですが、うん、実は抽選してる場所が違うんですね。右側の V って書いてあるところの横に GO っていうところがあるじゃないですか、はい、そこを通った回数分抽選してるんですね。だからずっと右打ちしてると100回転とかあると300個ぐらい通ってるんで、だから約 64% ぐらいで V ストックが取れるよという感じなので、できる限りもう右位置をずっと続けて、この5を何回も何回も通すっていうのがこの台の大事なところになってきます。で、その350分の1で、V ループのストック抽選もしてるんですが、はい、普通に319分の1で、このストックタイムの抽選も同時にやってるので、もう本当右打ち中はもうずっと打ち続けないと打ちっぱっすね、はい、ダメですね、はい。まあ、ここで何個ストックできるかがね、大連チャンへの起爆剤になってきますから。いや、とりあえず4つは目指したいですよね。4つってもう最高級じゃん頼むよ。マイク光ってる。おーっと、来た。ストック、ここからです。ここからここから、ここからここから、まだストックはしてない。これで、はい、ダメダメダメか。真面目にやって。まあね、青森から出てきたばっかりだから。そうか、青森それ関係ないでこれ技術いくっしょ。おう、ちゃんと、あ、うん、ストックチャンス。もうストックチャンスやな。チャンス、これで、もう2回目ですからね。ダメ。おー、いい加減。あ、うん、これはいった、たまるでしょ。ネクストいった。あー、ダメだ。あ、いった。いった。あかん。いった、いった、いった、いった。ネクストいった。ちゃんとストックしてよ。ストックして。いや、1個ぐらい欲しいですね。欲しいよ、そりゃ。いやー、ちょっと、グー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 、見ました、今。いや、アイドル軍出たよ。アイドル軍見せ場出した。これあるよ。これありますね。お、2、3。あ、テンパった。お、ストックした。ストックタイムチャージ。これはですね、13ちょっと弱いじゃん。39までいかなかったですね。モスさんは右打ちに今もう1回319分の1を引いたので、あ、時短から時短をもう一回。それめちゃめちゃ熱いやつや。巻き戻し、うん、もう一回できるってことですか。もう一回ここからまたできるんで、またチャンスですね。そしてマサルさんもこれ運予告が出てるんで大チャンスです。金、金保留、金保留、変な音する、はい、金保留、金、金保留。お、金保留来た。これ外したらもう、これは行くでしょ。変えた方がいい。そう、これ外したらもう帰りたくない。資格ないよ。はい、当たりました。
とうございます。サンキュー、サンキュー。お茶時短今何回残り、残り76回です。途中で319でまた引き戻したんで、それすごい引きだよな。あ、ストックちゃん、ストック、ストック、でもこれ3回目ですからね。ストックして、もういい加減、いい加減にして入れて、ストック。あれ、こっちもうおつやですよ。だって全カメラがもう左2人しか映ってない俺ら映ってないもん。ちくしょう。おストックじゃないこれ。ストック、これこれはまたさっきのモッサンと一緒ですね。319分の1を、すごいね。こっからまた100回転、そっち引いちゃうんだよな。こっちじゃないんですよ欲しいの。あ、まあ、こっちもねすごい大事なんですけどね、そっちじゃなくて V お願いします。 V、 いやストックチャンス終わるでしょ、ストックタイム。もうちょっと何やってんのやばい、あと10、13回転。熱いよ、熱い。サンキューゾーン、サンキューいった、熱いよ。当たるっしょこれ。これは当たるっしょ。でもノーサンキューだからな。あー、今日はサンキュー痛いな。あー、ラスト。あ、最後の、最後のストップ。最後。最後もうゼロ回転。これで、わ、コーナー。どう、加藤さん。あ、ちょっと待ってください。え、2回も当てといて。ストックなし。モッサン、それやりすぎでしょう。いやあ、うわー、ノーサンキューだ。え、ノーサンキュー。さすがノーサンキューだな。さすがノーサンキュー。期待を裏切らないな。あれ外すんだ。かなり星4.5あって。かなり熱い。さすがノーサンキューだな。さすがノーサンキュー。1個ぐらいストックしないとね。うーわ。ちょっと頼みますって。マジかよ。当たってないじゃん。我々は当たってないんで。当ててから言って。最後の1回転で即すると思うんですよ。そんな奇跡？お。赤まで、赤まで。お、赤まで、あ、いかないか。お、ストック。ストックチャンス。これで。もうこれ最後っすよ。お待たせしました。はい、いやー、何やってんだ2人がかりで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 4回当たってますからね。情けない、何してんすか。いやいや、当たった。おー、強っ。サンキュー、サンキュー。これは、おぉ、出まぶる、出まぶる、ほら、サッキャー。おぉ、おぉ、V ストックだ、すげえ。おぉ、おぉ、見て見て見て、2個目、マジで、あるよ。おぉ、取った。素晴らしい、サッキャー。